うまっ。はあ、来てよかった。車エビ、みょうが、万願寺唐辛子、天茶、マンゴーアイス、梨。いただいまのんのん、のんのん、のんのんって名前かわいいな。行くべき？でもさすがにお金使いすぎちゃったしな。魂は体を持つことによってしか物事を体験できないし、体験によってしか魂は成長できないんですよ。ですからこの世に生を受けるっていうのは、魂にとっては願ってもないビッグチャンスというわけです。成長の機会が与えられたわけですから。やっぱり行きたい。ビッグチャンス到来。します。いらっしゃいませ。あの、はい、どうしたらいいですかね。こういうところが初めてで。ご夕食は何を召し上がられましたか。夕食は天ぷらをいただきました。すごい美味しかったです。そうでしたか、はい、それではさっぱり系のカクテルをお勧めしたいのですが、このホテルオリジナルのカクテル、ヒルトップはいかがでしょうか。じゃあそれを一つお願いします。かしこまりました。
綺麗です。お待たせしました。ヒルトップでございます。すごく美味しいです。ありがとうございます。ごゆっくりおくつろぎください。素敵なところですね。え？ああ、今友人がストックホルムにいるんです。彼女会社の同僚だったんですけど、一月くらい前仕事突然辞めてストックホルムに行っちゃいました。そうだったんですか。どうしてストックホルムだったんですか？なんか一度行ったら一目惚れして、どうしてもここに住みたくなったからって言ってました。彼女も昔からすごいんですよ。夏はビューンってストックホルムに行っちゃうのに、私はやっと家から40分の山の上ホテル。あ、でもここはずっと憧れてた場所なんです。すいません、喋りすぎちゃいました。いえ、とても興味深いですよ。そしてあなたはここにいるんですね。はい。失礼します。ささやかですが、私からお客様へエスケープのお祝いです。え、いいんですか？ありがとうございます。夏様、お手紙ありがとう。お元気そうで何より。私も元気です。今私はお茶の水の山の上ホテルにいます。ずっと憧れだったこの場所にやっと来ることができました。私にとってこれが
初めての一人旅でもあります。夏がストックホルムへ行ってから、時差ちょうど7時間のスウェーデンの時刻を時計を見るたびに計算してしまうっていう変な癖がついてしまいました。だけどこのホテルで過ごした時間は間違いなく自分の時間だったように思います。昨夜はゆっくりと眠れました。あとね、バーで美味しいお酒を飲んだの。夏が旅が好きな理由が少しだけ分かった気がします。午前11時25分、山の上ホテルにて。しおりより